さて続きましてのご発表です、農業分野をめぐる国際情勢と国際協力というテーマです。スネア雅彦様、農林水産省大臣官房国際部国際協力課長ということでこのテーマについてご発表いただきます。スネア様よろしくお願いいたします。 えただいまご紹介に預かりましたあ農林水産省国際協力課担当しておりますす、えー、と申します、えー、国際協力課は、えー、我が国の農林水産分野の ODA によります国際協力 FAOWFP などの農業食料関係のですね国際機関、えー、これらをですね担当しております、えー、本日 こういった日ブラジル大学農業研究機関交流シンポジウムに参加いたしまして皆様の前でお話しさせていただくという機会を得ましたことを大変嬉しく思います私の方からは農業分野をめぐる国際情勢と国際協力というタイトルで昨今の食料価格高騰問題食料安全保障や 農業開発のための必要な国際協力、日本の食料安全保障などについて説明させていただきます。この図は、世界のこの穀物のですね、需要と生産でございます、穀物と申しますのは、米、とうもろこし、小麦、大麦等でございます。 でこの需要量は人口の増加所得の水準の向上によりましてです、ね、ずっと伸びているわけでございます特に近年2004年ごろ、ね、から需要量がさらに伸びているとこういった状況にございますで一方生産量については制裁量でございますけどこれは 変動はあるものの主に単週の伸びによりましてです、ね、需要量の増加に対応してきているとこういう実態がございます FAO によりますと世界の食料安全保障のためのです、ね、最低限な必要の穀物備蓄のです、ね、在庫の量はです、ね、17から18%と言われております現在 このレベルはですねこれまでこの70年代初頭にあった時期と比較して匹敵するほどのですね低い在庫水準であるわけでございますこの,このような形で在庫水準がですね低い水準にありますと、まあ、バッファーが小さくなるわけでございますしたがって価格のブレとこれに伴う時給のわずかな変動でですね価格の振れというのも 大きくなるわけでございます次が、この世界的な食料価格,物価格、国際価格の、主要作物の国際価格のですね、価格動向、これを挙げております、品目としましては米、小麦、大豆、あとトウモロコシ、これらをそれぞれ色に応じてですね、示しております。 これらの価格は2006年秋頃からです、ね、急激な上昇を見ておりますこの部分をより詳しく示したのがこの表でございますで現在は小麦の豊作予測に加えましてですね穀物先物市場からの投機資金の流出などから 最高値に比べまして価格はですね低下してきたものの依然としてまだこの過去の水準に比べまして高い水準にあるという状況でございます国際価格の高騰の背景については後ほど詳しく触れますけれども国際市場への投機資金の流入といった変動をですね激化させる要因もありました 穀物の周囲によってこの差はございますけれども基本的にはですね成長が著しい新興国の経済発展による需要の拡大これも講談申し上げますあと、バイオ燃料のですね原料という食料以外の需要の増大さらに気候変動による食料生産への影響 えこういった中長期的に継続すると見られる構造的な要因があると考えられます、えー、気候変動につきましてはですね特に小麦の相場というのはこのオーストラリアの干ばつといったような要因もですね、えー、見られたわけでございますで、えー、次がですね今後のですねこの穀,穀物価格の見通しこれをですね えー、OECD および FAO のレ,パレポートに基づきまして示してございます、でえー、このレポートのです、ね、中,期中長期的な展望によりますと、お今後の価格う動向はです、ね、この、えー、ピークを打ったときよりは、まあ、下がるとはいうものの、従来に比べて依然と高い水準がです、ねえー、続くと。 いうふうふに見込ままれておりますで、2008年から2017年、今後10年ですね、の間で見ますと、価格は過去10年の水準を上回りながら推移するというふうに予測されております、でこの比較をいたしますと、小麦,小麦ですね、あとトウモロコシ、トウモロコシですね、あっとトウモロコシじゃないか。 小麦とうもろこしでは4割から6割の上昇植物油ではです、ね、8割の上昇となるというふうなデータでございますで長期的には農産物供給はさらなる不確実性と耕作可能地のですね、限界に直面しますけれども生産量生産性の向上に対する技術革新への投資などがですね、拡大されましてこの急激な上昇という可能性をですね、小さくする対策を講じることで えー、この将来のですね、えー、見通しというのはまた、えー、いい方向に変わってくるということも期待されるわけでございますで、えー、このグラフを見て気がつきますことは、えー、70年代前半のですね、えー、食料価格高騰以降今回のこの高騰です,、ねえー、ですからこの,この時期とこの時期、えー、これを比較しますと えー、いずれのですね、作目においてもです、ね、でおおむねその価格が低下傾向にあったということが言えると思います、でこの実質価格のですね、低下傾向に、まあ、最近のこの価格上昇というのは構造的な変化が起きているのではないかということが言われておるわけでございます、えー、次にその分析を示させていただきます。 この図は、ですね、この食料の需給に与える要因、これを分析したわけでございます、まず基礎的な要因でございますけれども、このファンダメンタルファクターズ、基礎的な要因について申し上げますと、需要面、需要面におきましてはですね、世界的な人口の増加、それに所得の向上に伴う畜産物の消費の拡大、 で供給面で見ますと、作物の生産面積のです、ねえー、増加、さらに短周の増加、こういった面が挙げられるというふうに思われます。で一方です、ね、今回の食料価格の高騰の要因としましては、これですね、あの食料価格の今回の大きな影響をた要因といたしましては、この需要面で見ますと、 バイオ燃料向けにトウモロコシがですね大量に使われ始めたことあと、新興国におけるですね経済発展が著しくなったことによりその畜産物の需要が大幅に増加したこと一方、この供給面で見ますとですね気候変動や異常気象によるこの影響 えー、さらに、えーこの、これはもちろん先ほど申し上げましたオーストラリアでのです、ね、穀物の不作というのもこの干ばつによるものでございます、でえー、さらに、えー、BSE や鳥インフルエンザといったあ、えー、この病気のです、ねえー、家畜伝染病の影響というのも食料供給にかかってくるわけでございます。